中に預けて、デレク・パードン、前田レオ、前田レオバウンズパス、速いパス通して、さあ木田のスリーどうか、来ました、木田今日最初のスリーポイント、リバウンド拾って運んでいくのは杉本だ、自ら行った、これがファールになりました。千葉です、クラークから野口へ預けれて、ショットクロックが残り15秒、さあで野口ここはブロックしました、トレイポーター、左に預けて大塚のコーナースリー、リバウンドここはトレイポーター収めた、一度後ろに預けて杉本、スピードがあります、このこぼれたボールですがブランドアーシュリー、これはバスケットカウント、エンドワン切りました、9秒8秒と迫っています、残り5秒、トップの位置黒川、これがラストのオフェンスになるかどうか、最後はトレイポーター沈めて決めました、これで第1クォーター終了です。ボールをまず持ったのは千葉、いやここは黒川のスリー決まった、ラムのとこ、ここはスティールしました黒川、そしてトレイポーターダンク、イージーバスケット、流れを作りたい熊本ですが、ここはスティール、杉本から木田高明決め切りました、今マークもあったんですけれども、ここ回まずは縮めたい熊本、バウンスパス田中、そしてもう一度山本翔太を使いますがブロック、バードン、クラークがここはついていきますが、左のコーナーアシュリー、アシュリー外から木田が空いている、スリーどうだ、きた、7本目、パードンが外に出てきて、トップに位置で受け取ったパードンから前田、木田が外にいる、木田今度はミドルツー決めた、さあ78対50、点差広がる中で山本翔太アタックブロック、デレック・パードン前に高く立ちはだらかります、今のこのプレーです、どこまで見せつけるとかできるか、大崎、いやーここは大塚がいた、大塚今度は中に入ってきました、アシュリー、そして前田がアタック、ミドルツー決まった、左にあって野口、一人かわして後ろにバックパス、さあ右のコーナー磯野、なんとかパスを回すがブロック、しかしここはシルバーは100点に乗せます、長谷川智也、中にあって鶴田、高さがある、これで決まった、アシュリー外にいます、黒川、黒川がここでシュート決めました、黒川虎鉄これで9得点、